今回紹介するのは、無知の技法、ノット・のウィングという本です。我々は出現する未来から学び、しなやかに対応する必要がある。今、組織、リーダーに求められる再生への思考アプローチ。大変な領書だと思います。賞を取った翻訳は大きく外れないと、改めて思いました。知識というテーマで、どんな方にも、 関わる内容であると思います基地と無地と未知の組み合わせでいろいろ考える未知に対する誤った対応方法成果と知識を得ること成長の問題未知への向き合い方未知の問題を安易に基地の問題に還元することなく基地を利用して解決する知っていることと知らないことの優先順位知ったと思うと 学ぶことを止めてしまう道への対処方法人との関わりと知識の問題また本書の内容および実践として巻末のアペンディクスの問いのリストがものすごく効果的だと思いました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。